今ご紹介に預かりました、神学部の小原です。私は特に専門としている、思想、近現代のですね、キリスト教思想を中心にして、このダヴィンチコードについての、説明をしていきたいというふうに思っております。で今はですね、ダヴィンチコードは小説あるいは映画の上映を通じて非常に大きなブームになっているんですけれども、こういう大きいブームであってもですね、もうしばらくすればこうさーっとこう波が引くように引いていくと思うんですね。でおそらく、2、3年もすればですね、ああこういうブームもあったなっていう程度に、なるとは思うんですけども、今回私がお話ししたいのは、そのブームといったことにかかわらずですね、このダヴィンチコードを通じて一体どういうことをこの私たちが学ぶことができるのか、あるいはこのダヴィンチコードを通じて象徴されているものが一体何なのかということを考えていきたいというふうに思っています。それですね、少し話を始める前にぜひこう聞きたいことがあるんですけども、これから話す中で、ダヴィンチコードの、かなり核心部分に触れることをですね、お話をいたします。それで、この話の内容とも関係があるんですけども、小説を読まれた方、ちょっと手を挙げていただけますか。はい、ありがとうございます。それでは小説は読んでいないけれども映画を見たという方おられますか。これまた結構おられますね。はい、結構です。そういう方のご要望にも今日お答えしたいと思っております。はい、それでは最後少しドキドキしながら聞くんですけども、小説を読んでいないし映画も見ていないという方いますか。これちょっと結構いますね。すいません。はい、ありがとうございます。初めに聞いておいてよかったなと思います。ですね、ちょっと今非常に多数の方が手を挙げてくださって非常にこの複雑な心境になっているんですけども、と言いますのは、いわゆるこのネタバレにですね相当するようなことがやっぱり出てきます。ですからそこをですね完全にこう省略して話すことはできません。やっぱり核心部分ある程度触れてですね、説明せざるを得ませんので、若干その触れる部分はありますけども、仮に分かったとしてもですね、小説は小説で映画は映画で楽しめますので、この講演をきっかけにですね、少し基礎知識を得て後でまたダヴィンチコードに親しんでいただくということも可能かと思います。はい、それでは今日ので短い時間なんですけれども、ざっとですね、どういうことを話したいのかということを、最初に申し上げておきたいと思います。まずダヴィンチコード騒動から見える世界ということで、この騒動にですね、象徴される、問題点、それがどういうところにあるのかということを、最初にお話をしておきたいと思います。これは実際私たちのですね、日本社会では、こういった問題ほとんど起きていません。ですからピンとこないんですけども、やはりこれは世界でですね、各地で起こっていますので、どうなんだろうかということなんですね。で非常に今日たくさんの方が来ていただいてですね、こう入りきれなくて、ひょっとしたら日本で初めてですね、同社で騒動が起きるんじゃないか、一体入れないじゃないかって形でですね、騒動が起きたらどうしようかというふうにちょっと心配してたんですけども、なんとかそういうこともなさそうなので、しかしですね、日本以外 のところでどうなっているかということを最初にお話ししたいと思います。それから我々ですね、一般的に日本でなかなか理解しにくいような宗教的な背景というものがあります。これはたくさんあるんですけども、その中でもですね、特に重要な点、この勘どころを外すとですね、きっとそのもうストーリー ね、骨格をですね、理解できませんよというところを、2点、説明をしたいと思います。それからこれ少し専門のですね、ある程度宗教学の分野になるんですけども、この救済、救いとは何かということですね。これはダヴィンチコードの少し隠れたいわば意図になっていますので、このことについてですね、いろいろとお話をしていきたいというふうに思います。合わせて、日本のですね、サブカルチャーとの比較であるとか、なぜですね、その宗教的な背景が異なる日本においても、これほどの人気を博することになったのかということも、お話をしたいと思います。それから最後にですね、ブームの背景と、今後の課題ということで、ダヴィンチコードが指し示すですね、今後の世界のあり方、こういったことについて、少し、ダヴィンチコードという作品をですね、少し離れる形で、考察をしてみたいと思います。はい、ではまず、ダヴィンチコード騒動から、見える世界ということに、話を進めていきます。
最初にですね、これ全く小説にも映画にも触れていない方にとっては初めて出る名前をですね、いくつか出します。ちょっとそこまで考えていませんでしたので、本当はきちんとした何て言いますか、あらすじとかですね、人物相関図などをプログラムの中に準備すべきだったのかもしれませんけれども、主人公のですね、一人に、ロバート・ラングトンという人がいます。彼はハーバード大学の、宗教象徴学者という設定でですね、一つの一人の活躍する人物なんですけども、彼が、主人公の一人で、もう一人ですね、ソフィー・ヌボーというですね、女性の、人がいてですね、この二人をいろんな事件が巻き込んで話が展開していきます。でこのダヴィンチコードの面白さの一つは、事件に巻き込まれながらですね、一つ一つ次のステップに行くときにいろんな謎解きをしなければいけないんですね。最初の謎解きはですね、ルーブルで、始まります。ルーブルで、その、ルーブルの館長のソニエールがですね、この殺された形で出てくるんですけども、これ後で説明しますが、ある得意なですね、形をして、彼はですね、自らの死を受け入れていくわけなんですが、そのですね、謎解きからこの始まっていく。つまり彼はそのロバート・ラングドンがですね、この宗教象徴学という、このこういう専門分野は実際には確たる形ではないんですけれども、しかしですね、宗教と象徴というこれは非常に密接な結びつきがありまして、映画の中では絵画とかですね、その他のものに含まれたその象徴を読み解いていくっていうところで、どん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 こう物語がですね、新たな方向へと向かっていきます。でそのですね、面白さの一端はここでも少し紹介したいんですけども、私がですね、関心があるのは、ダヴィンチコードの中にある一つ一つの象徴をですね、このうんちく的にうんちくのようにですね、この解き明かすというよりかは、ダヴィンチコード全体がこの象徴しているものが一体何なのかということなんですね。これが私にとっての非常に大きな関心です。ダヴィンチコードという世界が表している、つまりそれが象徴しているもの、あるいはダヴィンチコード論争がですね、あるいは騒動が表している象徴しているものとは一体何なのかという形で、それもですね、また象徴の一つとして読み解いていくことができるかと思います。で象徴を読み解くという際にですね、これはルーブルにある特にダヴィンチの絵を中心にですね、この謎解きがこう進んでいくわけですけれども、絵画というのはですね、特に宗教系のですね、絵画というのはこれはもう象徴の宝庫であるというふうに言うことができます。ダヴィンチのですね、絵についても同じことが言えるんですけども、ただしこれは西洋のですね、宗教画をいろんな、もちろん多くのものはですね、有名なもの、日本に特に京都にもですね、たびたび来ますので、ご覧になった方も多いと思うんですけども、一見してパッと分かるものもあればですね、人物は確かに描かれているんだけれども、この人が誰なのかということがですね、なかなかピンとこない場合があります。ところが実際にそのちょっとしたのコツといいますか、ある象徴的なですね、ものにが理解できると、その絵というのはですね、一気にその理解しやすくなるんですね。でそのごく簡単な例を挙げておきたいんですけども、例えばその聖書の物語はたくさん描かれています。とりわけですね、福音書は多く題材の対象になるんですけれども、そこでイエスの弟子にですね、ペテロとかそのパウロとかヨハネとかいろんな人がいますけども、これは例えば十二弟子であるとかですね、その他にもいろんな人物がいるんですね。私たちはそんだけたくさんいるとですね、誰が誰かわからないと、普通はそうです。ところがそれぞれの人物が持っているものに注目すればですね、それを見るだけでこの人物が誰かっていうのはですね、実際にすぐ分かります。その代表的な人物はペテロです。ペテロは、ペテロがどんな人だったのかっていうのはですね、歴史的には誰も知りません。ところが描かれているペテロっていうのはですね、大抵の場合大きな鍵を下げているんですね。鍵を持っている人物を見れば、あ、これはペテロだっていうふうに分かります。なぜかというと、これはイエスがペテロにですね、私はあなたに天国の、あなたをですね、天国の、その礎とするというですね、そういうような言葉を託すことによって、彼が教会のですね、基礎を作っていく、そういう役割を与えられるわけですけども、天国の鍵に当たるようなものをですね、そのペテロは持っているわけです。ですからそれを見ることによって、あ、これはペテロの象徴なんだというふうに理解することが、できます。それからここからいきなりですね、もうダヴィンチコードに入っていくんですけども、もう一つですね、最後の晩餐にも出てくるんですが、
このイエスが愛された弟子という言葉が人物がですね聖書の中に出てきます。でこれはこの人物はすいません、これ最後の晩餐のアップした部分ですけども、これですね、一つ謎解きなんですね。これはもうご覧になった方は分かると思うんですけども、少し結論をですね、先ばっちりして言いますと、この聖杯とは何かっていうですね、聖杯の謎を解くっていうのが、ダヴィンチコードの骨格になっています。そして、聖杯っていうのは、実際にアーサー王伝説などに出てくるですね、一つの伝説の、いわばカップとして、信じられてきているんですけども、実際にこのダヴィンチコードの中では、それはですね物ではなくて違うものを象徴しているんだということですね、この図を読み解くことからこう始まっていきます。で今ですね私がまあ注目していただきたいと思っているのは、この、イエスの左隣にいる人物なんですが、このですね人物は伝統的にこのイエスの愛弟子ヨハネというふうに呼ばれてきました。でこのヨハネについては聖書にですねイエスに寄り添ってということが書かれていますので、だいたいイエスのそばに最後の晩餐の絵が描かれている時にはですねイエスのすぐそばに描かれているんですけども、この人物をですねダヴィンチコードの中ではヨハネではなくってマグダラのマリアという女性だというふうにして新たなこの解釈を付け加えていくんですね。でここがですね一つの、彼の新発見といいますか、これはただですね、後で言いますけども象徴というのはですね非常に多義的なんです。ダン・ブラウンがですねそういうふうに言うというのも、彼の自由なんですけども、しかし一般的な、図像解釈画といいますか絵の解釈の視点から言うと少し無理があります。で、このヨハネという人物はですね非常に若い弟子ですので、他のですね大体最後の晩餐に描かれている弟子たちっていうのは男性でですね大体ひげもじゃなんですね。もう顎ひげまでザーッとこうあるようなですね、その非常に男臭い、そういうこの大体描かれ方をしているんですけども、このヨハネに限ってはですね非常に若々しい、そして当時若々しさを描くときにですね、非常に女性的に描くという手法がありました。ですから結果的に女性的に見えるだけであって、これ決してですね女性として描いたわけではないだろうというのが通説です。でこれなぜそういうことが言えるかといいますと、これ別の絵でもですね少し示しておきたいんですけども、これは最後の晩餐よりですね200年ぐらい前に描かれた絵です。同じくイタリアにあるものですけども、このですね、イエスの右隣にいる人もこれもやっぱヨハネなんですね。ですから、こういう形で、他のひげ面の弟子たちと違いましてですね、非常にこの若々しくまた女性的に描かれているというのは、何もそのレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐だけではないということです。これもですね、同じく、ダ・ヴィンチより200年ほど前の、別のタイプのですね、絵画ですけども、ここにですね、そのイエスの愛弟子ヨハネが、います。これ寄り添うような形でですね、やっぱ描かれているわけですね。ですからこういうですね、いわば絵画の伝統とか、あるいはそのヨハネを描くですね、描き方のいわば共通項ということが分かっていれば、何も女性的に描かれているからといってですね、それがマグダラのマリアだというふうには簡単には言えないということは分かるんですけども、しかしこのあたりの知識が十分でないとですね、なるほど、ダン・ブラウンはですねすごい発見をしたんだなということで、いきなりですね驚かされるということに、なります。はい、でちょっ と、元に戻りたいと思います。で、次にですね、もう一つ象徴という、これはちょっと少しうんちく的な話になるかもしれませんけれども、ダヴィンチコードの中に出てくるですね登場人物、女性のですね主人公の一人、にですねソフィーがいます。そして、ソフィーとラングドンが結局その殺人の疑いをかけられてですね、パリの警察に追われていくわけですね。そしてその二人、ラングドンとソフィーが逃げ込んだ先がティービングという、宗教史学者の、お宅であったわけです。でそのですねティービングもここでは非常に重要な役割を果たすんですけれども、物語その、小説あるいは映画の全体の中で、この、ティービングとそのソフィーはですね、
あるこの聖書の物語をですね、やっぱり象徴しています。これ何かというと失楽園の物語なんですね。で、このソフィーはあのエヴァの、いわば象徴として描かれている。そしてティービングはですね、ヘビの役割をですね担っている、そのような象徴として、描かれています。これなぜですねそういうことがまあ言えるかというと、例えばですね、ティービングは杖をついた老人として出てきます。杖がないとですね彼は歩くことができないんですね。そしてしばしば杖を失ってですね、もう這うようにして、このなんていうかな、あの地面をですね、動いている様子なども描かれていますが、まさにその杖なしに歩けない、その人物であり、また同時にですね、彼があの映画の中にもたびたび出てきますけども、愛用しているですね銃があります。ずっと持っている護身の銃があるんですけども、この銃のですね名前は、メデューサというふうに言います。このメデューサっていうのは、これは蛇の女神の、名前なんですね。ですからこれは意図的にですね、この、そのティービングをですね蛇としてあの描いています。でこの、ティービング宅に、転がり込んだですね、そのソフィーとラングドンが、まあ、いるわけですけども、そこで、ティービングはですね謎解きをしていきます。彼は、あの映画の中ではコンピューターディスプレイを使って、先ほどのですね最後の晩餐の絵を見せるんですね。そしてここにどんな秘密が隠されているか教えてあげようという形でですね、ソフィーにいろんなことをこの、まあ、ある種秘密を垂れ込むようなことをこうするわけです。でこの語りの部分というのはですね、まさにその蛇がですね、その善悪知識の実、これは取って食べてはならないと言われた善悪知識の実をですね取って食べなさいというふうにエヴァにそそのかしているようなですね、そういう場面と非常にこの重なってきます。そして、まあ、興味深いことにですね、その物語の最終場面で、このクリプテックっていうですね、あのこう、なんていうかな、中に秘密の巻物が隠されていて、このカチカチとこのきちんとあの暗号を組み合わせなければあの開けることができないですね、クリプテックっていうあのこの小さな小道具が出てきますけども、これはなかなか開けることができないんですね、暗号を解かなければ。そして、その、クリプテックをですね、あのティービング自身は解くことができないので諦めてですね、結局そのソフィーに対して、これお前だったら解けるからあの何とか しろということをですね、迫るわけですけども、このソフィーはですね、それをかたくなに今拒むわけです。で、最終的にその、クリプテックの謎解きをするですね、キーワードになったのがですね、APPLE、アップルっていうですね、言葉なんですね。つまりリンゴです。ですから、リンゴにですね、象徴されるクリプテックをあの、まあ、そのエヴァに与え、現代のエヴァであるソフィーに与えようとする。しかし、そのエヴァはですね、エヴァである現代のエヴァであるソフィーはそれを拒むという形でですね、いわば、その、失楽園の物語を、もう一度再現しながら、しかし新しいエヴァはそれを乗り越えたというようなですね、そういう一種の、まあ、あの設定をですね、全体としてはしているということです。ですからこれはあの、まあ、非常に隠されたですね、まあ、象徴として、まあ、楽しむことができるのではないかと思います。すみません、ですね、ちょっと前に戻りましょう。最後に、ちょっと言い忘れましたけども、先ほども少し触れましたが、ただしですね、象徴というのは決して、一義的にですね、理解できるものばかりではなくてですね、しばしばこの、多義的であったり、あるいは両義的であります。両義的という意味は、全く反対のですね、意味を持つ場合もあるということですね。例えば今挙げました蛇というのはですね、確かにその悪魔の象徴というイメージもありますけども、同時に非常にこの狡猾さというところがですね、よりポジティブに転じて知恵の象徴という形で非常にその良いイメージをですね持つ場合もあります。ですからこの象徴の多義性ということをですねうまく使うと非常にこの面白いですね物語を作ることができますし、これがですねまた別のですね問題をはらんでくることにもなるわけです。それで、ごく簡単にですね、各地で起こった騒動について、紹介しておきたいんですけども、これはもういろんなですね、形で日本でも報道されていますので、ごく簡単に、紹介したいと思います。まずそのバチカンですね、ローマカトリックの、まあ、中心地であるバチカンでは、まあ、この小説がですね、もう教会の歴史、
これは実際にダヴィンチコードが使っているのはカトリックの歴史ですから、カトリックの歴史をですね、もう大きく歪めてしまっているということで、これはもうかなり怒り心頭なんですね。もうかなり多くの人がカンカンに怒っています。で、特にカトリック教会は、その小説でも映画の中でもですね、まあ、このかなり悪い組織ですね、としてこう描かれているような部分がありますので、まあ、彼らのが怒るのもですね、まあ、ある部分納得できます。で、実際にカトリック関係 の教会、特にフィリピンでですね、大規模な反対運動が起こりました。そして、上映禁止にまでは至りませんでしたけども、子供が見るときにはですね、親と同伴で行かなければならないという R 指定にですね、この映画はなったんですね。別にそんなわいせつな場面が出てくるわけではないんですけども、この R 指定になっています。インドでもですね、カトリック教会が大きな反対運動を起こしました。それから、カトリックの、まあ、組織、修道会の一つなんですけども、オプスデイはですね、これも現存する組織です。日本にも組織が支部がありますけども、この映画の上映をですね、目前にして、この映画はフィクションだというですね、正し書きをつけろということをですね、ソニーに対して、まあ、異議申し立てをしたんですけども、これは軽くですね、却下されました。監督自身がですね、これはもう、ね、スリー映画なんだから、もうそういう正し書きは不要なんだということで、もう一瞬に付したという経緯があります。それからプロテスタントクイーン派グループですね、特にこれアメリカを中心に、非常に大きな反対運動、それから同時にですね、まあ、映画のボイコット運動まで起こりました。これは後に触れたいと思いますけども、そのダン・ブラウンはですね、現代のグノーシス主義者だというようなですね、言い方も含めて、非常に強い批判というものが彼に投げかけられたわけであります。で、この福音派のですね、反応については後ほどコメンテーターのですね、青木さんに少し語っていただきたいというふうに思っています。それから興味深いんですけども、このイスラム関係もですね、同じくこの、その特に映画化を前にして反対運動がですね、各地で見られました。パキスタン、それからアフリカの一部でもですね、イスラム団体や政党がこの映画はですね、やっぱイエスを冒涜するものだということで、映画上映にですね、反対をしています。まあ、こういったですね、状況があります。はい、それで、ではですね、何がですね、問題で、そのような騒動が起こっているのか、なぜですね、彼らはそんなに怒っているのかということの、重要なポイントをですね、3点、整理しておきたいと思います。一つはまあ、これが一番大事なポイントだと思うんですけども、特にカトリックの中で伝統的に、まあ、この継承されてきた、イエスの理解、イエスに対する理解、イエスの神聖性をですね、冒涜するものだっていう、まあ、こういった批判が一番強いですね。で、これはもうこれはですね、ちょっと種明かしになってしまいますけども、最終的に謎解きの結果ですね、イエスはマグダラのマリアと結婚していた。そして結婚していただけではなくてですね、子供まで儲けていたんだっていうようなことに、話が展開していきます。これはもう当然伝統的なカトリック の、理解とはですね、大きく違いますので、これはですね、もうイエスの神聖性を冒涜するものだという形で、大きな反対が起こったわけであります。それからですね、まあ、これを筆頭にですね、数々の事実誤認があるということを、やっぱ指摘しています。で、なぜですね、こういったことがうるさく言われたかといいますと、これがですね、単なる小説ですよということで言ってれば特に問題なかったと思うんですけども、わざわざですね、丁寧に小説の冒頭で、この小説における芸術作品、建築物、文書、秘密儀式に関する記述は全て事実に基づいているということをですね、もうバーンとこの出してるんですね。ですから、これがですね、やっぱちょっと火種になったということはもう間違いありません。これがなければですね、まあ、もっとこの穏便にことが進んでいた。逆に言うと、ここにダン・ブラウンのですね、狡猾さがあるかもしれません。確信犯的にですね、これを入れることによって、まあ、火をつけると言いますか、そこまで仕組まれたですね、もう本当にその考え込まれた小説であるというふうに理解することもできます。まあ、こういった、それも含めてですね、小説だというふうに私は考えていますけども、
そして、ですね、実際皆さんも本屋でですね目にすることがあると思うんですけども、ダヴィンチコードのですね解説本というのはもう日本語にもたくさん今あります。で、まあ、そのうちの一部はですね非常に明確なダヴィンチコードの批判書になってるんですけども、それらのですね大体共通した論理構造を持っています。いろんなですねいわばもう本当私が見てても感心するぐらいに小説をよく読んでですね、そしてここの部分はこういうふうに間違ってる、あそこはこう間違ってるということをですね、もう事細かに列挙して、こんだけデタラメなことを言う人物がですね、本当のことを言えるはずがないと、という形でですね、もうダヴィンチコードはですね、いい加減な人間なんだということをですね、語ろうとする、そういうですね、批判本というのはたくさんありますね。で、こういうふうに事実誤認であるという、そういった批判です。で、それは例えばオプスデイの描き方です。普通オプスデイというのはですね、自らを健全な慈善団体というふうに考えていますけども、映画の中小説の中ではもう得体の知れないですね秘密結社として描かれていますので、もうこんな描かれ方をしたらですねとんでもないということですね、もう明らかな事実誤認になっていることで、先ほどのような抗議が出てくるわけです。それから論点の3番目なんですけども、これはプロテスタントでですね特によく聞かれるんですが、グノーシス主義だ、あるいはニューエイジだっていうですね、そういうですね批判があります。これについては後ほど、紹介をしたいと思います。それで、次にですね日本人にとって特に理解しにくい宗教的背景について、これも2点、紹介しておきたいと思います。実は私はですね映画の上映がされてから、数日後にですね見に行きました。で、いろいろ考えたんですね。私自身ですね小説を読んだのはもう2年ぐらい前のことですので、もう細部は本当に忘れていて、その意味では復習を兼ねてですね見に行ったんですけども、例えば映画をですね小説を読まずに見たとしたらどれぐらいの人が分かるんだろうかということをですねはたと考えたんですね。で、おそらくこの2点はですね多くの人が誤解するんじゃないか、あるいは多分分からずに見るだろうということをですね、紹介しておきたいと思います。一つはマグダラのマリアについてです。もうすでに私は何度もですねマグダラのマリアという言葉を言ってきていますけども、映画をですねパッと見られたときに、マグダラのマリアっていう名前を聞いてもですねピンとくる人ってそれほど多くないと思うんですね。場合によってはですねそのイエスの母である聖母マリアとの違いすら十分認識できないでですね、いやその一体誰なんだろうということでこうなんかこうもやもやっとしたものを感じながらですね、でもなんか偉いこの人物が問題の中心になっているぞということを感じるわけですね。でこのマグダラのマリアについてごく簡単に紹介しておきたいんですけども、聖書の中でですね実は非常にたくさんの箇所で描かれている人物です。ですから聖書に親しんでいる人にとってはマグダラのマリアというのはですねおなじみの人物というか極めて重要な人物だということがわかるんですけども、一つはですね、イエスの旅に同伴した多くの弟子たちの一人です。でルカによる福音書では、7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリアもそこにいたというですねそういう記述があります。そしてそのマリアは、そのイエスの十字架をですねそばで見守り、またそのイエスの墓までですね付き従った女性として、福音書の最後で描かれていますし、またその、違うヨハネによる福音書ではですね、その復活したイエスと直接出会った人物としてですね描かれてもいます。でその意味では極めて重要な役割を果たしているんですが、後にですねそのマグダラのマリアが、この罪深い女としてですね描かと同一視され、この改春した娼婦、売春婦というですねそういったイメージの中で、理解され、また絵においてもですね描かれていくことにしばしばなりましたが、これは残念ながらと言いますか実際にはですね聖書的な根拠はありません。たまたまですね、この罪深い女という箇所が確かにルカによる福音書に描かれているんですけども、そこではですね、名前を特定されない人物が、イエスのもとにやってきて、そして
自らのですね、罪を悔い改めて涙をですね、流しながら、その涙でもってイエスの足をですね、濡らし、そして自分の髪の毛で、そのイエスの足をですね、この拭っていくというですね、そういう非常にその、重要な場面があるんですね。で、その人物と、マグダラのマリアとをですね、連想して結びつけてしまったっていうところに、原因があるんですけども、実際には、それはですね、特定することはできない。ところが、マグダラのマリアがですね、後にそういう改心した、悔い改めたですね、その娼婦というイメージでなぜ結びつけられていったんだろうかということは、後ほど考えたいと思います。いずれにしてもこのイメージで描かれているですね、マグダラのマリア の絵というものがたくさんあります。ただしですね、これは後ほど越後谷先生のところで、触れていただくことになります、グノーシス文書、マリアによる福音書であるとかですね、実際にはトマスによる、あるいはピリポによる福音書というものがあるんですけども、そこではマリアはですね、特別な弟子、場合によってはペトロ以上のですね、弟子として描かれている。ただし、これはですね、今私たちが聖書と呼んでいるものの中には入っていない書物です。このことについては後ほど越後谷先生がですね、詳しくお話をしてくださいます。もう一点、その一般にですね、日本人から見て分かりにくい点は、イエスの人生と神性という問題です。これはイエスは人なのか神なのかということなんですね。これは映画の中では、コンスタンティヌス大帝がですね、大きな公会議を招集して、そして、そしてティービングの説明によればですね、もともとイエスは単に人だったんだけれども、コンスタンティヌスが、そのイエスをですね、神へと格上げしたんだっていうですね、そういったこの解説を、語ります。で、それに対してラングドンはですね、いや、それはあなたの解釈でしょという形で反論してですね、一般的なこの説明を加えたりするんですけども、いずれにしてもここは一つの焦点になります。つまり、その人としてのイエスというものをですね、やっぱりどう描くか。これはマリア、マグダラのマリアとのこの関係とも密接に絡んでくるわけですけども、このことについてですね、少し説明をしておきたいと思います。これはなぜですね、こういったコンスタンティヌス大帝が大きな公会議、二階の公会議を招集しなければならなかったのかといいますと、アレイオスという人がですね、そのキリストは確かに優れた人物だけれども、やはりそれは神が作られた被造物の一つに過ぎないんだということですね、イエスの人間性ということを非常に強調したんですね。そしてそれが大きな論争を巻き起こしました。で、そのですね、論争に決着をつけるためにですね、このコンスタンティヌス大帝がこの会議を招集し、250名以上のですね、主教がニカイア、現在のトルコのイズニクに集められて、そこで議論をしたわけです。その映画の中でもこの議論の場面がですね、少し映像として再現されていました。で、そこで制定された、一つの結論がですね、ニカイア信条というふうに呼ばれるんですけども、これがキリスト教の伝統的な教義というふうになっています。イエス・キリストをですね、父なる神と、同一本質、これちょっと難しい言葉なんですけども、要するにですね、イエスはその神性、神なんだということをですね、ここで強調しているわけです。で、そのイエスのですね、神性を強調することによって、アレイオス派をですね、排除していくというですね、そういう形で、この混乱に、収拾をこう打ったんですね。しかしダヴィンチコードの中では、それこそがですね、教会の策略なんだという形で、ティービングが語るわけです。つまり人間イエスをですね、いわば忘れ去って、つまり本当の人間イエスというのはマグダラのマリアと結婚し子供を設けたというですね、そういうイエスの姿というのがあるにもかかわらず、それを隠してですね、隠蔽していわばイエスをですね、この神格化していく、こういったですね、形でこの部分というのは批判をされています。しかし実際にはティービングの説明よりかはですね、映画の中で、ラングドンが語っていることの方がより、信憑性が高いといいますか、何もですね、コンスタンティヌス大帝が無理やりですね、イエスを神格化したというわけではありません。はい、それで、次、先にですね、進んでいきたいんですけども、ここでですね、その救済という言葉を少し使いたいんですが、ダヴィンチコードの中にですね、見られるこのいろんなこの、要素がですね、日本のサブカルチャーであるとか、あるいはそのグノーシスという思想とですね、どうこう関係があるのかということを、ここではお話をしたいと思います。で、私がですね、時々こう考えてきたのは、
例えばアメリカとかですね、場合によってはヨーロッパ、あるいはキリスト教的な背景を持った国々で、ダヴィンチコードがですね、まあ、批判を受けるにしろ、注目を引くっていうのはこれ分かります。しかし それほどキリスト教に対するですね、背景もなく、またそもそもですね、宗教的な色がですね、薄い日本でなぜこれほどですね、もう宗教的なシンボリズムといいますか、象徴にたっぷり浸ったですね、この小説がこれほどの人気を得たのかっていうことなんですね。で、まあ、もちろん言うまでもなく、一つは、非常にスリリングなんですね、物語の展開、その物語の構造自体にですね、謎解きのですね、巧みさにあったということは言えるでしょう。そして単なる スリラーではなくって、この知的好奇心をですね、喚起するような、よくわからないけれども、何かこの知的好奇心をくすぐられるようなですね、うんちくがもう随所に散りばめられている、まあ、そういうですね、プロットに多くの人は惹かれていった、これは間違いありません。ところがですね、それだけではないのではないかということを私はこの考えるわけで、あります。で、そこにですね、やっぱりで私が指摘したいのは、グノーシス的なこの隠し味がですね、このダヴィンチコードの中にはあるということなんですね。これはですね、そのピリポによる福音書、これについては後で触れますけども、謎解きの一つになっているですね、ピリポによる福音書というのがまさにグノーシス文書なんですけども、そういったものをですね、各書にこの散りばめながら、 ある種ですね、この我々が通常持っているそのなんていう常識的な理解ということをですね、このひっくり返していくような、そういう知識をですね、このどんどんこう与えていくわけですね。そしていわば我々の通常の現実認識というものがこの撹乱されて、そしてそのいわばこの煙を巻かれるような中で、この何かその煙の彼方にですね、なんか違う世界がある、そういうものをですね、垣間見させるような仕組みというものがあります。で、グノーシスとは何かということは後で説明しますけども、グノーシスの特徴の一つはそういうことなんですね。我々が住んでいる世界というものがあるけども、この世界が全てではない、むしろこの世界の他にですね、違う世界があり、違う理解があるんだということをですね、この語っていく、そのようなですね、物語というのはいろいろな形で存在しています。で、まずそのグノーシスとは何かということをですね、抽象的に説明する前に、むしろそういう素材を含んだものをですね、具体的に紹介していきたいと思うんですけども、一つは、日本の SF アニメです。これは SF アニメというのは、現実とは違うですね、いわば願望をですね、投影した部分というのがこれ多分に、あるわけなんですけども、まあ、この日本 そのアニメとか漫画というのはですね、現在日本が誇り得る、まあ、唯一とは言えませんけども、まあ、唯一に近いようなですね、世界に誇り得る文化の一つだと思うんですね。で、その意味ではこの日本的な感性がですね、いろんな意味で含まれています。で、ここでは3つ4つ挙げておきましたけども、風の谷のナウシカ、ここではですね、一旦かつての世界が終わった後の世界の中で、物語が始まっています。そしてナウシカというですね、一つの救世主ですね、その救世主という救世主願望というものが描かれている、これはグノーシスと関係があります。それからこれはですね、ちょっと若者向けなので、この辺全然わからない人もいると思うんですけども、新世紀エヴァンゲリオンというですね、もう10年近く前にもうすごく流行った、アニメがあります。これなども今ある世界というものがですね、完全にもうなくなってしまって、この人類補完計画というですね、全く新しい形で人類が再生されていくというですね、そういう、まあ、いわば物語にもう多くの若者が狂気して、その謎解きにですね、もうすごいブームになったものがあります。それから広角機動隊というですね、これはもう今の電脳世界といいますか、インターネットの世界がですね、もっともっとこの、進化したような未来世界のことを描いているんですけども、現実の世界とそのいわば電脳世界がですね、もうこのなんていうかな、区別がつかなくなっていくような中でですね、まあ、人間の生き方を問うようなですね、そういうものです。ここで言っている電脳世界というのは一種のグノーシス的な理想世界かもしれません。それから、この3つに比べると、ひょっとしたら分かりやすいものがですね、ハウルの、動く城です。これは宮崎駿監督の、まあ、一番新しい作品ですけれども、ここでですね、出てくる主人公のハウルは、その荒れ地の魔女にですね、この心をこの上げるんですね。あるものと差し替えにですね、心を奪われるわけです。そして彼はその心が奪われるんですけども、その少女のですね、ソフィーが、結局彼女の努力によってですね、ハウルの心を取り戻す、本来の心を取り戻すというですね、そういう物語があります。まあ、偶然ソフィーというのはダヴィンチコードのソフィーと同じなんですけども、ソフィーがですね、ハウルの本来の心を取り戻す、まあ、大きな役割を果たしています。で、こういうものの、まあ、日本にですね、代表の
アニメの作品のほか、洋画ではですね、マトリックス、まあ、トータルリコール、マイノリティレポートなどにもそういう要素がありますが、マトリックスなどはですね、もうまさに典型的で、これはもうキリスト教的な要素をもう非常にたくさん含んでいますけども、我々が今この現実に生きているというふうに、多くの人はですね、感じているわけですけども、実際これはですね、コンピューターが作り出したイメージなんだということをマトリックスでは言うんですね。第一作でそれを明かされます。我々はこの見て感じて匂いも匂いもですね、嗅ぐことができるので、これが我々の現実だと思っていたらですね、それは全てコンピューターが作り出したいわばイメージであってですね、実際の我々は全然違うところにいるっていうですね、そういう世界の設定です。だから本来の自分を取り戻さなければいけないというですね、まあ、こういう舞台設定があります。そして最後にですね、紹介しておきたいのが、まあ、これはちょっと全く、またイメージが変わるんですけども、鬼塚千尋というですね、まあ、これ若い人はよく知ってると思うんですけども、一昔前に流行ったですね、月光という音楽がありますで、これがですね、私はもう非常にもうまさにグノーシス的だなと思うんですけども、少しですね、歌詞を上げておきたいと思うんですけども、ちょっと思い出していただくためにですね、ちょっとだけ出だしの部分を、聞いていただきたいと思います。はい、あ、すいません、ちょっと待ってよ、こうで、というですね、ちょっと出だしだけで申し訳ないんですけども、これはですね、すごく象徴的だと思うんですね。つまりこの世界、腐敗した世界に生み落とされた、そしてこんなもののために生まれたんじゃない、そしてもう少し先に行くとですね、どこにも居場所なんてないということで、いわばこの世界に対するこの居心地の悪さ、そして本来の自分はですね、もっと違うところに行くべきなんだというですね、こういう感触がいわばグノーシスの一つのポイントになります。で、少し、まあ、先を急ぎた時間の関係 で, です、ね、先を急ぎたいんですけれども、ですね、グノーシス主義 の, まず説明としてです、ね、ダヴィンチコードの一節を挙げておきました。これは先ほど言いましたその、ラングドンとソフィーがです、ね、ティービング宅に転がり込んで、ティービングがです、ね、謎解きを始めるときの最初の言葉がこれなんですね。ピリポによる福音書から始めるのが一番だということで、まあ、このあたりは後で一号先生のところでいろいろ語られると思うんですけども、とにかくこのグノーシス文書であるピリポの福音書がですね、大きく謎をですね、解き明かしていく一つの鍵として使われています。で、グノーシスというのはですね、ギリシャ語で、知識とか、まあ、認識ということを、まあ、意味する言葉なんですけれども、まあ、これはキリスト教のですね、初期キリスト教の中ではしばしば異端視されました。しかしこれ見方を変えればですね、まあ、まあ公敵視であったと言えると思うんですね。非常にその厄介な敵だったけども、その厄介な敵、公敵視とのですね、やり取りの中でキリスト教自体が、非常にその何て言うかな、鍛え上げられていったっていうですね、そういうやっぱ側面を、持って、います。で、その、まあ、二元論的な世界観、人間観を持っています。つまりこの地上というのはですね、悪しき世界であり、本来の世界というのはもっと違うところにある。そして人間の肉体というものはですね、仮そめのものであり、本来魂の自由をですね、本来自由であるはずの魂をですね、束縛するような、その牢屋としてですね、この描かれることが、しばしばあります。ですからこの肉体を脱ぎ捨てて、魂をですね、本当のですね、自由へとこの解き放っていく、そして、本来の自分をですね、見出していくというところにですね、グノーシスの特徴があります。
ですから先ほど少し紹介しましたように、現実世界に対するですね、徹底したか違和感と、それから、それを超えてですね、何か超越的な自己、超越的な世界を求めようとする願望が非常に強い、思想であり、また運動であるというふうに言います。当時ですね、キリスト教がちょうど、地中海世界で活動していた頃にですね、地中海世界、同じく地中海世界全般にですね、影響を与えていた、思想であり、また運動であったと言えます。でこの、グノーシスのですね、背景として、挙げられるのが、一つは、聖書の、創造信仰です。聖書では、神がその全ての世界を創造された。そしてこの世界はですね、良いものとして創造されているんですね。神は創造の一つ一つの段階で、それを見てですね、良しとされたっていう聖書の言葉があります。ところが、グノーシス主義者はですね、それを間違ったものとして考えます。この世界が良い世界であるはずがない。ということで、彼らはですね、その創造者なる神ではなくって、デミウルゴスという神がですね、いわばその少し劣った神が、間違った形でこの世界を作ってしまったんだというですね、神話を、作り出します。それから、もう一つですね、グノーシスとの関係で指摘しなければならないのは、当時のギリシャ哲学、とりわけストア派と言われるですね、その流れの自然観です。これは、まずこれを説明しますけども、これはですね、ルーブルで、最初に起こった事件のですね、謎解きをするときに使われたものですけども、ルーブルの館長のソニエールがまさにこの体形をしてですね、亡くなっていたんですね。これは自らその形にですね、して、命を終えたわけなんですけども、これを見て、要するにラングドンに謎解きをしようということだったわけです。で、これは、ここの絵にありますように、レオナルド・ダ・ヴィンチがですね、書いた、ウィットル・ウィウス的人体図というものなんですけども、これをですね、ラングドンが見て、レオナルド・ダ・ヴィンチを連想するわけです。これは、有名な、絵なんですね。で、これは、現在ですね、フィレンツェのアカデミア美術館に、所蔵されているんですけども、このウィットル・ウィルスという人は紀元前1世紀に活躍したローマ の建築家です。そしてこの人間は万物の尺度であるというですね、ギリシャの、精神なんかを生かして、人体と建築物のですね、比例関係といいますか、その美しい比例関係を、徹底して追求した人物です。でこのですね、ウィットル・ウィルスの影響をレオナルド・ダ・ヴィンチは非常に強く受けています。ですからこれは人間に非常に調和的な比例関係があるように、建物にも当然あるし、そしてこの宇宙すべてがですね、その調和に満たされている。つまり人間がミクロコスモスである、ありですね、宇宙がマクロコスモスであるというですね、その秩序の連続性ということをですね、重んじる、比例、その美しい比例性ということをですね、たっ飛ぶのが、このストア派の自然観なわけです。ところが、こういうですね、いわば秩序があるという一種の充足感というものがですね、破綻した時代に結局グノーシスというのは生まれているわけです。この世界は決して聖書が言うようにですね、良きものではないと。そしてグノーシスが言うような秩序ある世界ではない、そういったものは破綻しているじゃないか。それで、我々はですね、この世界に執着するのではなくって、むしろこういった2つのですね、世界観に対抗する形で私たちは、よりですね、超越的な真理を求めなければならない。そしてその超越をですね、可能にさせてくれる、知識、すなわちグノーシスこそをですね、求めなければならないというのが、彼らの主張で、ありました。で、ここでですね、ダヴィンチコードに、もう少し戻っていきたいんですけれども、先ほど言いましたピリポの福音書に代表されるようにグノーシス的な素材というものをですね、ダン・ブラウンは用いています。ところが途中のプロセスをですね、少し省略して結論だけを言うならば、彼は最終的にですね、その作品を通じて反グノーシス的ともいえる結論を導き出しています。その一つは肉体性の強調であり、また女性性の強調なんですね。肉体性というのはイエスの血筋がですね、あるということです。これはもうそこで終わってしまったんでなくてですね、イエスの血筋が今も続いているというですね、ことが語られますし、それから女性性というのはマグダラのマリアに象徴されるですね、女神崇拝とも言えるような、この女性性をですね、非常にこの尊ぶような宗教性、これをですね、ダン・ブラウンはこれこそが本当にですね、イエスの宗教の核心なんだということを語るわけです。ところがその本当の核心部分を、教会は特にペトロに代表されるですね、男性の弟子たちはですね、それをことごとく隠蔽し葬り去ろうとしてきた。で、その、ですね、その秘密を例えばシオン修道会がですね、ずっと代々受け継いできて、その種明かしが、なされるというのがダヴィンチコードの筋書きになります。
でこれは非常に興味深いものがありまして、現在のですね、フェミニスト神学というものが主張しているのと非常に似た関係のものがあります。このフェミニスト神学というのは1960年代以降、特にアメリカを中心にですね、そのこれまでの男性中心的なキリスト教ではなくって、男女が平等の、つまり女性というものがですね、もっときちんとその位置づけられるような、この聖書理解であるとか信仰理解ということをですね、求めた神学の運動というものが起こってきますけども、そこでもですね、やっぱり肉体性とか女性性、身体性や女性性ということがですね、非常に大事に、されるんですね。でその中で、やはり聖母マリアであるとかマグダラのマリアがですね、まあ、評価されています。ただ、そのフェミニスト神学の中では聖母マリアはですね、これは一見すると非常に女性性のシンボルであるかのように描かれながら、しばしば批判の対象にされます。なぜかというと、これは男性に都合のいいですね、女性像だというわけですよ。つまり男がどんなにわがままをしてもですね、何かこう優しくですね、この受け入れてくれるようなですね、なんかまさに聖母マリア様というですね、これこそが女性のあるべき姿なんだということを作り上げてきたから、女性はですね、そういう生き方を強いられる、従順であることをですね、求められる。これは、結局男性が作り出してきたですね、間違った女性像なんだということで、マリアをですね、批判する場合があります。それに対してマグダラのマリアに対してはですね、まあ、いろんなエピソードが聖書の中にあるんですけども、自己実現した女性、自立した女性、そうした形でですね、非常に高く評価する、この点にですね、やっぱりダン・ブラウンのですね、主張との非常にこの興味深い共鳴関係があります。で、ブームの背景と今後の課題ということで、なぜですね、こういったダン・ブラウンのような小説がですね、人気になったのかということの一つだけ背景を説明しておきますと、これは1990年代以降、とりわけアメリカを中心にして、新しいイエス研究というものがどんどんこの、出てきました。でこれは従来聖書学というとですね、文献学を中心にした、まさにその文献だけをですね、研究対象にしてきたんですけども、その他にですね、考古学であるとか人類学であるとか、医療人類学とかですね、そのいろんな知見を総合することによって新しいイエス像をですね、かなり大胆に発掘してきたというところがあります。そしてそういう斬新なイエス像というのは、単にこの研究者の間だけで共有されたのではなくですね、タイムとかニューズウィークとか、そういう一般的なこの大衆誌にもどんどんこの紹介されることによって、非常にですね、大衆的なこの関心を生み出した、新たな市場を生み出したというですね、そのような経緯があります。そのですね、ブームの中にダン・ブラウンを位置づけることもできます。でこれはもうごく一例なんですけども、イギリスの BBC がですね、1世紀のユダヤ人男性の頭蓋骨をもとにして、復元した、当時のですね、パレスチナ男性はこんなもんだっていうですね、復元図です。これもちろんこれがイエスだというわけではありませんけども、少なくとも言えるのはですね、我々が普通にイメージするこのちょっとですね、やさ男のですね、なんか どちらかというとジャーニーズ系のですね、なんかそういうこの美男子イエスというのとは随分違うなっていう感じなんですね。ですからそういうふうな発見というのがどんどんなされてきたということです。で、最後なんですけども、私がですね、指摘したいことは一つはですね、このダヴィンチコード騒動というものはですね、このムハンマドの風刺画問題とですね、の連続性を考えると非常に今後の世界を見ることができるということです。実はそのオプスもダヴィンチコードの中で、しばしば話題になっているですね、このオプスデイが、この今年のですね、3月に、機関誌のですね、カトリック研究というものの中に、ダンテの新曲でですね、地獄でこの、この苦しんでいるその預言者ムハンマドの絵を掲載するということをしてしまったんですね。これちょうど風刺画問題がですね、大問題になっているときにやっちゃったんですよ。それでもうガンガンに叩かれてですね、もうすごくしょぼくれてですね、もうすみませんという形でですね、もうとてもダヴィンチコードで描かれている極悪集団のオプスデイとはですね、思えないような偉いイメージのズレなんですけども、非常に素直に謝罪しましてですね、こういった論争がありました。でここでやっぱり私がですね、感じるのは、預言者ムハンマドの問題にしろですね、それからダヴィンチコードの騒動にしろですね、今まで一旦この解決済みであると考えられた宗教的な価値と世俗的な価値というものがですね、もう一度新たなその対立関係にですね、入ってきているんではないか、それがですね、2006年始まったんではないかということです。なぜかというとですね、これまで宗教的な価値というのはですね、どんな荒唐無稽なことをですね、考えてもいいんですよ。しかしそれはプライベートなところでやってください、公の場でやってはいけないというですね、その決まりがあったわけです。そしてその政治的なことは公の場で可能だけども、その宗教はですね、プライベートなことでやってくださいということで、いわば政教分離の原則によってですね、2つをきれいに切り分けてきたわけです。
これによって問題解決するというふうに考えてきたわけですけれども、しかし実際にはですね、そうはいかない。その宗教的な価値と世俗的な価値が単にその世俗、その政教分離によってですね、規制されないような新たなですね、接触点をですね、やっぱりこの持ちつつあるということを私は感じます。ですから、まあ、こういう時代の中で今ちょうどですね、日本でも教育基本法の改正などをめぐって宗教的感性とか上層ということが言われるんですけども、これはですね、さほど私は必要ではないと思います。むしろ、こういった問題あるいはダヴィンチコードを理解するためだけではなくてですね、こういった今後のさまざまな事態を考えていくためにもまさにその宗教的な知識をですね、きちんとやっぱり身につけていく、こういったものが今後日本社会においても求められていくだろうということをですね、私の、まあ、一つの結論としたいと思います。どうもありがとうございました。